長野県と岐阜県の県境なんですけど、ね、岐阜県側から午後になると岐阜県側の方が日差しがきつくなってくるので、岐阜県側で温まったあの湿った空気が上昇気流が上がってくるんですよ。上がってきて山の空気で冷やされてガスが発生する。こういうガスも出なくなったら秋なんですよ。夏らしい景色です。山頂までもうちょっとです。そうです。足元よく見てくださいね。はしごです。
ができてる。あれがさっきのあの特等リンク。だからあれを登り詰めて、そうそうなんです。見納めです。着きました。